皆さんこんにちは。池田智子チャンネル第3回はナイチンゲールについて解説します。実は感染症を激減させた功績を残したんですよ。今年は実はですね、5月12日ナイチンゲール生誕200年です。私も看護師保健師の資格を持ち、看護学生保健師学生を20年間育成してきたという経歴がありますので、看護職に敬意を払いまして、今日は白衣にてお届けしたいと思います。よろしくお願いいたします。ナイチンゲール理論を利用した論文は私もいくつか書いているんですけれども、ナイチンゲールは実はですね、病棟の中の個別ケアだけを看護と言ったのではありませんでした。今でいう保健師活動や訪問看護などについても言及しています。例えばこれはですね、英語で書かせていただきましたけれども、職場改善の様子です。これも安全不安全なことがあったら、看護職がすぐに手を出すんで手当てをするのではなくって、まずですね、当事者たちがアイデアを出し合っていろんな訓練をしたり、職場改善行動をしたりするのを、潜在力を引き出すようにファシリテーターとして活動するのが保健師の役割であると。これはもうナイチンゲール の古い理論の中にそういうふうに言っていました。こういうのを利用して看護活動を行っています。保健師といっても同じです。基本はナイチンゲールです。さてではナイチンゲールはどんな方だったのでしょう。皆さんナイチンゲールご存知ですか。はい、白衣の天使ですっていう方多いと思うんですけれども、実はですね、ナースコール、皆さん今なくてはならないものですね。ベッドサイドにナースコールがなくてはならませんけれども、あれも実はですね、ナイチンゲールの発明でした。それからお食事を、エレベーターで病室までこう届けるエレベーター、あれもナイチンゲールです。お食事をですね、持って上がったり下がったりする、そういった労力を省こうという管理職としての、職場改善、今で言ったらですね、そういうこともいろいろと残していました。それからですね、白衣の天使という言葉はご本人はそれほど喜ばしいとは思っていなかったようです。はい、実はこんな言葉を残しています。天使というのは美しい花をまき散らすものではなく、苦悩する人のために戦うもののことである。それから看護学生にはこのような言葉も送っています。あなた方は進歩し続けない限りは後退しているのと同じことです。そこそこの目的、過ち大きい行為、グラグラしている意志の中に人生をうやむやに過ごしてはなりません。生きるには修練が必要です。目標を高く掲げなさい。2年目も3年目も、さらにあなたの将来を通して、この最初の1年に築いた基礎の上に立って、自分を訓練し続けなければなりません。はい、どうやら優しいだけの可憐なお姉さんではなかったということが少しずつ分かってきましたね。はい、彼女はクリミア戦争のスクタリ野戦病院に派遣され、看護師たち38名と共に赴いたことは有名ですね。野戦病院、彼女がついてみると、当時はですね、腐食したような暗い建物の中に病人が次から次へとなだれ込んできて、冷たい床に寝かせっぱなしと、そういうものすごくひどい状態でした。ナイチンゲールは自分で石鹸やタオルなどをたくさん買って、おトイレをきれいに掃除し、床をピカピカに磨き、シーツもきれいに洗濯し、温かい食事を提供しとやっていました。それから夜になるとランプを持って巡回を欠かしませんでした。これがですね、ランプの貴婦人と言われたゆえんでもあります。それから彼女はこのようなグラフを独自に考えて作り出しました。このグラフをですね、作る過程はイギリスでテレビ番組になっています。私も拝見しましたら大変感動しました。彼女が言うには、統計というのはただの数字遊びではなく、目の前にいる人命を助けるために、いかに大衆に分かりやすくその解釈を変えていただいて、あと頭の固い、
権力者たちの考え方を変えてもらわないといけないんだと。そのために私はみんなに誰が見ても分かりやすいグラフを作りたいんだということで、大変苦労して情熱を持ってこのグラフを作りました。どうやって見るかというとですね、この真ん中辺のピンクとグレーと色分けしてあるんですけども、この辺がですね、戦争の直接の負傷などによる死亡です。死亡率です。で、これが、4月、5月、6月、7月と月別になっていて、どこを見てもこのピンクとグレーの戦争による負傷による死亡率より多いのが青い部分ですね。青い部分は何かというと、直接の負傷以外の死亡です。これが実は感染症だったんです。当時はコレラ、赤痢、発疹チフス、インフルエンザなど、様々な感染症で奪われなくてもよかった命を奪われていた人たちの方がいかに多いか。これ誰が見ても分かりやすいように彼女はこのようにですね、統計を武器に使って一生懸命工夫しました。ちなみにですね、このグラフは非常に高く評価されて、女性初の統計学会の会員になりまして、イギリスではですね、ナイチンゲールといえば統計学者と言って、それで有名でもあります。さて、そして政府にですね、次のような手紙も、このグラフともう一つは次のような手紙も政府とビクトリア女王に提出しました。手紙の内容ですね、手紙はですね、傷病兵が苦しみもだえているのに、医薬品は不足し、手術する外科医もいなければ看護師もいない、傷口を手当てするガーゼもなく、包帯する布さえないありさまだ。皆さん、なんだか今のコロナパニックにちょっと似てるところがありませんか。寒さと疫病に苦しみながら毎日多くの兵士が命を落としている。このようにですね、ナイチンゲールから報告を受けて、政府が衛生委員会をすぐに派遣し、病院内の環境は改善されました。病人を救うのは宗教者の愛よりも衛生環境であるという言葉をナイチンゲールは言いました。またナイチンゲールは終始一貫して感染症は予防できるんだと主張しました。で、その予防するためには、窓から新鮮な空気を取り入れること、部屋を清潔にすること、光を取り入れること、一つ屋根の下に多くの病人を密集させないこと、室温を下げない、寒がらせないこと、それから病院の構造や立地条件も考慮すること、全部まとえていますね。当時はこのような予防医学の視点はほとんどありませんでしたから、いかに彼女が素晴らしいことを言ったかということです。そうしてですね、ナイチンゲールが最初に到着した頃は死亡率がなんと、病院にどんどん運ばれてくる兵隊さんの半分は 42.7% はですね、亡くなってたんですね。これがナイチンゲールが入ってから半年後で 2.2% まで減らしたという成果を出しました。傷病兵に行ったことをもう少し詳しく見てみますと、新鮮な空気、水、光、暖かさ、清潔さ、静かさなどを整え、温かい食事を提供し、一日のリズムを整え、希望を語り合う。それからもっとすごいことをいろいろやったんですが、ナイチンゲールは、図書をいろいろ揃えて、図書館やサロンのような憩いの場を作ったり、それからですね、本国に帰った時にすぐ仕事ができるように、ハローワークのようなこともしたりとかですね、入院中だけじゃなくって、退院後の生活も考えて活動をしていました。それでこれらをまとめて、看護とは何か。看護とは病気の人の生命力の消耗を最小限に抑えるように環境を整え、その人の持っている治癒力を最大限に引き出すこと。医学とはまた全然というか少し視点の違う学問だということをお分かりいただけますでしょうか。そして死亡率をこれだけ減らすという効果を上げるということ、この新しい学問を作ったのがナイチンゲールでした。
あ、ちなみにですね、160年以上経ってもこの看護覚書というのはですね、いまだに世界中の看護学生の必須の、最初に習う基本の原点となっています。それからこのスクタリでの経験をもとに、ナイチンゲールは病院建築も考えていたんですね。彼女の考えたのはパビリオン方式という建築様式なんですけれども、ですね、良い病棟とは見かけが良いことではなくて、患者に常時新鮮な空気と光、それに伴う適切な室温を供給しうる構造であることということでですね、こういう建築も考えていました。それからクリミアから帰った後ですね、ナイチンゲールはこのような理想の建築を施した、病院、それから看護教育を行える看護学校を設立したいと寄付金を募りました。そうしたらですね、クリミアでお世話になった兵隊さんたちですね、あの人か、私はあの人に救われた、あの人に慰められた、助けられたという兵士たちがたくさん寄付金をですね、寄付を、くださって、そしてですね、セントトーマス病院と看護学校を設立しました。で、彼女がですね、学生に残した言葉、これもちょっと皆さん意外かもしれませんけれども、ただひたすら優しく親切に骨身を惜しまず働くだけだとしたら、それは看護の職業を選ぶには不適格です。看護実践は自己犠牲から生まれるものでもありません。つまり、自己犠牲を惜しまぬ白衣の天使になれなどとは彼女は強要していませんでした。そうではなくて、専門職として明るく快活で熱心な前向きな女性が行う、楽しくて幸福で希望に満ちた、そういうやりがいのある、とても素晴らしい、もっと楽しい仕事なんだよっていうことを言っていたんですよ。はい、ナイチンゲールに影響を受けた方はたくさんいますけれども、例えばですね、アンリ・デュナン、赤十字を創設した方で第1回のノーベル賞受賞者ですね。この人もですね、とにかく彼女の、情熱精神と頑張りは勇気を与えてくれた。それから日本人としましては、高木兼弘先生、この方は、かっけという病気の原因をめぐってですね、森鴎外ですねと対立しましたけれども、そこでその原因を、高木先生が究明して、森鴎外に勝利をしたという素晴らしい立派なお医者さんですが、ナイチンゲール病院ですね、セントトーマス病院に留学をしました。で、その時にその病院に感動し、看護教育にも感動し、日本に帰ってですね、同じ様式の病院と、それから、ナイチンゲールのお弟子さんを呼んで、看護教育を日本で初めて始めました。今の慈恵医大の前身ですね。それから新しいお札の顔となる津田梅子先生は、津田塾大学を創設しましたが、女性の地位向上と高等教育に向けてですね、ナイチンゲールに訪問して意見を伺ったりしています。はい、ではですね、ナイチンゲールってどういう生い立ちだったんでしょうかということをちょっと迫ってみたいと思います。これ、この豪邸ですね。これはナイチンゲールが住んでいたお家のうちの一つです。これ以外にも別荘とかたくさん持っている、貴族のお嬢様でした。当時、上流社会の女性というのは結婚して家庭に入って、優雅に暮らすというのが当たり前でしたので、一方ですね、当時の病院というのは感染症だらけの恐ろしいところであって、そこで看護をする、看護師さんはもちろん身分、資格もなく、身分の低い女性がやる、そういう、仕事であるという時代だったんですね。ですからナイチンゲールはですね、社交界の中でも才色兼備な女性でしたから、たくさんのプロポーズも受けていましたが、それらを全部断って私は看護の仕事がしたいと言い出しましたら、家族、親族、
猛反対でした。そして彼女はどうしたかというとですね、20代はずっとですね、我慢してその機会をが来るのを待っていました。それから家族も一生懸命説得していました。そしてやっと、お母様の許しを得てドイツの看護学校で学べるようになり、その後ロンドンの病院で働き始めたのは、もう33歳になっていました。なんと辛抱強い女性なのでしょうか。そして33歳でようやくですね、働き始めたらすぐにスクタリの、野戦病院ですね、そこに、派遣になりました。で36歳で、帰還してきたんですけれども、クリミア戦争が終わってそこから帰ってきました。その後どうしたと思いますか。その後実はですね、これ晩年のナイチンゲールですけれども、彼女は実は36歳からずっとこの90歳で亡くなるまでベッド上で過ごしたんです。なんと病気になってしまいまして、54年間実はナイチンゲールは看護師として働いたのは2年半だけだったんです。ほとんどがですね、ナイチンゲール自身が患者さんとなってベッド上で過ごしていたということだったんですよ。皆さん意外だと思いますけども、それからでもですね、ベッド上にいる時の方がたくさんの仕事を残しているんです。実は強い倦怠感と発熱などに、戦いながらにしてですね、論文を150編、それから書簡を1万2000通も書き上げたという素晴らしい仕事を成し遂げています。彼女はこんな言葉を残しています。物事を始めるチャンスを私は逃さない。たとえマスタードの種のように小さな始まりでも芽を出し根を張ることがいくらでもある。どんなに小さい行いでもどんなものよりも大きな成果を出すかもしれない。毎日一つでも小さなことからやってみよう。実践が大事だ。ナイチンゲールの凄さは、人を救うという崇高な使命感を、具体的に徹底させる戦略的な頭脳を持ち合わせたということですが、私が何と言っても素晴らしいと思ったのは、この辛抱強さ、執念といいますか、一途な情熱、諦めない、そういうところにですね、とても圧倒され勇気をいただいている次第です。最後にナイチンゲールの言葉です。私たちは自分が褒められるためにではなく、私たちが選んだこの仕事に名誉をもたらし、それを前進させるために心を打ち込んでことを成し遂げていこうではありませんか。私は10代の頃にナイチンゲールに出会えてとても幸せだったと思います。同じ頃実は東大応援部でチアリーダーをしていました。その時に応援部で、教わったことは、応援するものはされるものより強くなくてはならないと、そのように、人を応援する看護する精神ととても共通しているなというふうに私は思い知らされました。そしてこれからも地道にコツコツとナイチンゲールのように知恵を使い行動し、皆様のために精進させていただきたいと思います。ご清聴どうもありがとうございました。